はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は1月生まれのお誕生会がありました。たくさんのお友達がステージの上に上がって、こうちょっぴり幕が開いた時はちょっとドキドキしてるかなっていうふうに見てたんですけれども、こういざインタビューとなるとみんな堂々とステージの前に立って、みんなこう自分のことをマイクでお客さんに、たくさんのお客さんにお話できていた姿を見て、いやなんかこう成長を感じてしみじみしてしまいました。とても嬉しい気持ちになりました。また午後から竹組では鬼のお面作りを行ってきました。年長さんは牛乳パックを使って鬼のお面作りを行っていたんですが、やっぱり個性が出てまして、こう何色にするとかもやっぱり子どもたちによって違って、また顔もこう優しい顔だったり、こう怒ってるこうプンプンした顔だったり、こうそれぞれ子どもたちの思っている一人一人の鬼をこう上手に表現することができていて、すごいこう嬉しくなりました。またそのお面で節分祝会もやるよっていうふうにお話ししたら、とってもニコニコしていたので、今からとても楽しみです。以上が私のハッピーポイントです。ありがとうございました。